経図ズさは、江戸時代末期の経イ修正。全102巻。著者は、大日本屋市の著者でもある、飯田忠彦と見られる。既存の経イ集や記録などを広く集めて、再編纂しており、資料価値が高いとされる。水戸藩の大日本史編纂に対して諸国から情報が集められていたが、その中で、経図も集まっていた。この経イを収録したのが、初家経図ズさんであった。 しかしこれらの系譜の中には異なる伝承を持ち、数種類の系図が存在するものも多かった。この問題に対して編纂されたのが、系図さ用である。系図の古典たる、尊比文脈を、初夏系図さんに結びつけて、再編纂しただけでなく、完成重修初夏譜、半漢譜、初家伝、地下家伝など、先行の系図集や文献、知史、記録類を広く省量し、 参考にして、三宅、藤原氏、菅原氏、騎士、兵士、諸言寺などの諸士、諸家ごとに集大成している。また大名、主要な幕臣、公家、社家などを収録範囲とし、可能な限り幕末まで系譜を伸ばしている。正確な成立年は不明だが、内容の加減は安政三年であることと、著者と見られる言いだが、万円元年に死去していることから、 この時期に成立したと見られている。はじめに、略形、次に詳しい本形を載せる形式をとる。また大きな特徴として、移設の系譜を本形図中途に併記しており、構成の参考になるように、系譜伝承の違いが示されている。完成期以降の系図を収録する貴重な資料であり、その収録内容の多さから、幕末期の尊辟文脈とも言えるものである。 ただし原点に忠実であるようにしているため、従来の系譜をそのまま利用しており、自分の家を勝手に有名な系図へ結びつけるという、系図の仮、棒を構成せずにそのまま書いているという問題も存在する。内閣文庫に原本があり、東京大学資料編さ書に投写本がある。しかし、日本もありこの二つが正しく伝わっているかは、不明である。ありがとうございます。